はい、お疲れ様です。ワイスファクトリーのアンドロイドの動画になってますけどね、しょうもないのみ動画をお付き合いいただいております B さんです。お疲れ様です。さあどうもお疲れ様です。 B さん、さてね、今日ちょっとお話ししたいことがあって、なんかこうモヤモヤすることがずっとねあるんですよ。SNS 界隈でこうバイクの話をねいろいろ見るにつけ、なんかいろいろ俺の思ってることとはずれてるな、ずれてるな、まあ違うよなとかっていうこともなんかよくありましてね、うん、でちょっと最近なんですけど、ラーメン屋さんから若い子が乗ったステーションワゴンがね、はい、ブーッつって表出てった時に、まあ、ちょっと古めの車ですよ。でちょっと車庫端になっててさ、車外のマフラー入ってて、車庫端って今時ですよで今時みたいな、アルミホイールなんかね車外の入れちゃってさ、マフラーも車外の入れて、まあそんなうるさいやつじゃなかったよ、うん、でブーっていい音してて、でまあなんか若い子が好むようなそんなスタイリングになってんですけど、うん、ちょっとこうブーっていった時に後ろにさ、こう文言が書いてあるステッカーがバチンと、ステッカーいっぱい貼ってあったんだけど、はいはい、ちょっと気になる文言がリアゲートのところのガラスに、リアウィンドウに貼ってあったんで、へえと思ったんだけど、うん、そこに書いてあった文言がさ、安全運転にテクニックいらずって書いてあった、はあ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 、これは金言だねと思って、若い子が、うん、こんな車で、うん、みたいに思ってさ、で信号が青に変わってね、はい、車がブーン行くわけですよ、うん、若い子がさ、いや無駄にふかすでもなく、うん、でゆっくり走ってって、はい、でそこコーナーになってるんですけどね、うん、右カーブ急なカーブになってるんですけど、うん、もうしっかり減速して、うん、安全運転みたいなね、あ、お若いのやりますなと、ちょっと僕ね常々思ってたんですけど、うん、オートバイをね、はいはい、安全運転するっていう上でさ、うん、なんか僕別にスピードさえ出さなければ、はいはい、テクニックなんかいらないと思ってたからこれ公道を走る上にね、まあ、上で、そうですね、趣味でサーキット走ってタイム出したいんだ、はい、誰よりも早く走りたいんだっていうのはもう話が違う、はいはい、公道を安全運転するときに、なんか別にそんな技術論になるのって、うん、俺はどうかなって常々思ってたんだけど、まあ、その若い子がさ、うん、ちょっとやんちゃな車でさ、テクニックはいらねえみたいなでゆっくり本当走ってるの見てさいや世の中まだ捨てたもんじゃないね、そうだよって安全運転はスピード出さなきゃいいんだよってそうですよ、ね、で思っちゃった。そうそうそう、なんかさ、その、さっき、まあ、冒頭で始まったさ SNS 界隈のバイク界隈がさ、はいはい、なんかバイク女子が、うん、コーナーでこけちゃったみたいな動画に割とコメントがつくのがさ、うん、技術論が多いのよ、はいはいはい、いやコーナーリングのフォームが、このバイクは前のタイヤのインチがこうだからもっと体入れてとか、ブレーキがとかライン取りがとか言い出すわけ、違う違う、スピードを出さなければよかっただけでしょだって教習所で習ったものそのまんまさ行動で、ね、そうですよね、それこそまあまあちょっと前にあったねバイク女子の事故なんかさ、はいはい、テクニックの話なのかと、だってそこまではさ無事にたどり着けてたわけじゃん、うん、そのコーナーだけだよね、スピード落とせばよかったんじゃないとしか言いようがないんだけど、まあまあ、そうなんでしょうね、まあただスピードをさ出す出さない、まあ、はい、まあでもほら、うん、スピードを出せば、うん、それなりにリスクを背負うわけでしょ、はいはいはい、やっぱりね、うん、でもスピードを出さなくたってそれはもちろん事故を起こりうる可能性だってあるわけですよね、いや、よく皆さん技術論になりがちな人たちがね、それはもうだって何かこうパニックブレーキになっちゃった時とか、うん、とっさの時にやっぱりライディング技術はあった方がいいって、うん、おっしゃるのは、まあ、それはそうなんです、うん、うまいに越したことはないですよ、ただうまければ事故が起こらないんだったら、うん、もう僕なんか昔見てたねグランプリなんかでも優勝するような有名なライダーが交通事故で亡くなってる案件があるんですよ、うん、あ
おかしいじゃん、うん、まあ、ライテクがあれば事故らないんだったらその案件はおかしいでしょ、うん、要するにスピードを出さないっていうのが事故をまず防ぐ、はい、あの技術を磨くよりもね、うん、だって結局じゃあ安全運転って何よったら、まあ、スピード出さない、信号無視をしない、そうですね、一時停止違反をしない、はい、予測運転をする、そうそうそう、子供出てこないから、ね、ここはじいさんばあさん急に渡んじゃねえか、はい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 、っていうね、うん、技術論ではなくて、うん、そういったそれ教習所じゃんそれ教習所で習ったことそのままみんなができてればそうですよ、じゃないの、うん、だから教習所で学んだことを全ての人たち が、あの守っていればいれば事故は起こらない、まあ、かなりの確率で僕は起こらないと思います、うん、起こらないです、ね、まあまあゼロになるとは思わないから、ね、それはほらちょっとね、あの追突しちゃったり、うん、なんかちょっとね、っのあの居眠りしちゃいましたとか、まあ、そうそういうのはね、うん、だってもうこんだけ言ってても、うん、あの飲酒運転とかするやついるじゃん、もちろん煽り運転もなくならないしさ、だからなんとなく、オートバイの、まあ、僕はバイク屋なんでね、あの SNS なんかもやっぱバイク乗りの方なんか見るのはあるんだけど、なんとなくこう運転のおもつかない、はい、人たちをさ、なんか起こせねえバイクに乗るんじゃねえとか、うん、あのもう下手なやつは乗るなとかさ、うん、悲しくなるんですよね、もちろん起こせないバイクは起こせるバイク乗った方がいいんだけど、でもそんな言ってもさ、そんな屈強な男子もさ、倒れたら起こせないようなでっかいバイク乗ってる人いるしねえ、本当にこれ起こせますみたいな、大丈夫さ、それ言っちゃったら俺だって昔さ、交通事故あった時にさ、簡単に起こせるバイク乗ってたんだけど、はい、右足が真っ二つに折れちゃってたから起こせなかったほら見てごらんなさい、ね、うん、ね、すいません、ほら見てごらんなさい、起こせなかったんですよ、ね、いやだから、いや、まあまあ、ね、そういう人だって走ってるんですよっていうのが、うん、自己責任というかね、うん、自己責任で乗んなさいよっていうのは、俺は別にだからそうね、飲酒運転してるやつもいりゃさ、うん、飛び出してくる子供もいるぜと、ね、そういうのも踏まえた上で運転するのが自己責任だろっていう話はしてるけどね。だからさ、この間の若手がさ、うん、安全運転にこうテクニックいらずっていうのは、いやーなんかこうストーンと腑に落ちて、で若い子がそういうステッカー貼ってくれて、うん、それでバリバリ走っててスピードアップ出してたからお前もやろうそのステッカー貼ってばやろうみたいなとこあるけど、本当に安全運転実地してくれてっていうかさ、実践してゆっくりとコーナー曲がってったから、うん、いやー、あの子とちょっとお話ししたかったなっていうさ、うん、ちょっと俺そのステッカー探そうかな。いや、うん、もう売ってんだろうね、どっかで、ね、いや、いい格言だと思うんだよ ね、だから、安全運転にテクニックいらず、うん、いや、まあ、いや、はぁとテクニックあった方が安全だろうって、あ、いや、はいはい、それは、うん、あなたたちのさじ加減でね、うん、ただテクニック磨けば磨くほどさ、うん、行動でやっぱり飛ばしがちになるじゃん、うん、確かにね。いや、ね、コーナーこんぐらい技術があればこんなかっこよく走れるみたいにスピードが上がっていくのが常よ、まあね、そこはね、うん、だから技術磨きながらスピードが上がるくらいなら磨かなくていいからスピード出すな。その通りです。でそっちの方が僕は安全だと思ってるから、まあだからね、今回の金言大使、うん、なんだ金言大使って僕これね、格言だと思いますよ、うんうん、だからバイクを趣味でね、うん、これからやりたい人たち、上手くなきゃダメですか、うん、って起こせなきゃダメですか、うん、って、まあ、もちろん起こせるに越したことないですよ、うんうん、ちっちゃい排気量から運転してた方が絶対上手くなるし、うん、ただ上手くなきゃダメですかなんてそんな構える必要ないですよ、うんうん、とにかく行動で、事故らないためには、ね、安全運転するっていうのは、スピードを出さないことだと、はい、で交通法規を、まあ、教習所より守ることだと思ってますんでね、うん、行動は上手い人が偉いんじゃないですよ、うん、事故らない人が偉いんで、その通りです、うん、だから僕ぐらいの達人になるとね、もう究極ね、乗りませんじゃあ乗らねえんかいや、ほんと最近行動走るのが怖くてさ、あ、そう、まあ、乗らないわけにはいかないから、もうほんともう徹底的に、もう今言った法規の話と、うん、
あとはやっぱりスピード出さない。なるほどね。あの僕もあのバイク乗れば結構黒帯の部類だと思うけど、うん、ただそこで、もちろんだからね、僕のレベルってね、あのメンタル的にもスピード出さないし、完璧だと思うんだよね。あ、完璧。そこそこ技術あって、はいはい、メンタルもスピード出さない、うん、いや安全運転にテクニックいらず、はあ、いやここを肝に銘じてる俺って、うん、鬼に金棒、なるほど、耳に綿棒みたいなねそっか、そんな話だったんだけどどうでしょうね、異論反論受け付けておりますね、はい、コメント欄、はい、じゃしじゃしご意見お寄せいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。ただね、あのこの動画にあんまりこう激しいご意見いただいてもメンタルがそっちが弱いんでお手柔らかにお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。